千秋殿に会って心が決まったのだ。城に隠れてただ漁夫の利の実を得ようとする人間を私は主君と思わぬ。そんな人間のために戦おうと思わぬ。本心から主君に仕えてこそ忠、本心から友となってこそまた忠。戦いは時の、明日には死ぬかもしれん。だからこそ私は己の思うまま、本心のままに生きたいのだ。一緒に戦うのか、義明殿。取らぬか。なぜ私と。私は戦うために生まれてきた人間、戦うことの好きな人間、それ以外のことは分からぬ人間。私は義明殿を私と同じ人間のようにお見受け申した。義明殿は戦国の世に生きてこそ相ふさわしい人間だと。